皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナダ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間上場放送になっておりますね。早いですね。もう今日5月の17日ですよ。ゴールデンウィーク皆さんどのようにお過ごしになりましたか？ゴールデンウィーク終わって1週間頑張っての週明け頑張って土日で体が休めたのかなみたいなところで、明けてるところでもうねいい感じで体調も戻ってきてるんじゃないかなというところですけど、やっぱりねお昼間暑いですね。もうだん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 夏に向けてっていうところですけど、今からまた来るものっていうのは何でしょう、そう梅雨がやってくるのでね、そこを越さないとっていうところですけど、なんかもう気候もさ、なんかちょっと狂ってきてる感じありませんね。え今回なんか冬がすごい長かった気がするんですよ。まあ普通に暦だけでいくともう春になっててもなんかまだまだ冬って感じだったりしましたけど、まあ、だんだんね暖かくなってきてっていうところになりますが、まあこういう時にまた何暑いからといってこうエアコンね冷房をつけて体が冷えちゃってっていうことになると大変なので、そこちょっと体温調節とかやっぱり食事大事なのでね、しっかりとっていただきながらっていうところになります。一番大事なのは水分補給です。お気をつけください。本日は千夏お一人様会でございます。その前に一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆様お帰りなさいませというところで、今日はね久しぶりだね久しぶりに千夏お一人様会でございますというところで、今回はまあ視聴者の皆様からとか SNS を使いまして、パーソナリティ小林千夏に質問はないですかというのを投げかけさせていただきました。でまあたくさんのご質問いただきましたので、まあねいつもはインタビュアーなんでラジオとか、まあ、テレビにゲスト様お越しいただいたとしても、まあ、ゲスト様のより良いところをちょっとこうチュチュッとつまみながら、質問を投げかけてお答えいただくっていう方なんですが、逆にこう質問を受け付けるっていうなるとね、まあ、いろんなもので皆さんこう千夏がどう答えるのかという想像しながら質問を投げかけてくださってるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、なかなかね自分で自分に質問をちょっと考えてみようかなと思ったんですね。今回始まる前にこれ意外に浮かばないもんなんですよね。なんか好きな食べ物なんですかとか、なんかもう当たり障りない質問ばっかり自分では自分に思いつくっていうところになりますけど、これがゲストさんいるとまた違うところをねいろいろ考えられるんですけど、なんでしょう、なかなかね自分のことは分からなかったりとかいろいろするもんだと思いますけど、一応お一人様会でございますが、これはねやっぱり言っとかないといけないと思いますので、お伝えさせていただきます。宇宙人さん今日もよろしくお願いしますというところでね、ちょっと今日少ないじゃないか一人で言ってるんで、だいたいこういつもアミさんがいてね二人で言ってるんですけど、まあ、大変喜んでいただいているように、まあ皆様にまあ椅子しか見えないと思いますけどね、もう私にはビシバシと感じているところなりますね。それではちょっと質問コーナーねいきますよ。まあ千夏への質問コーナースタートいたします。イエイ。ちょっとなんか調子難しいね、いつもやらないことやってるからなんで、まあまあ行きたいと思います。まずはじめね質問いきますよ。もういきしょっぱなこういう質問いただきました。いきますね。エレガンスマダム千夏の部屋はいつまで続けますかって。そうね、私もたまに考えるんですよ、いつまでやるんだろうっていうところはありますが、まあ、来月6月入りまして丸6年ですね。まあ、ちょっと幾週間前に300回を迎えたところになりますが、もう6月で6周年丸6年ってなるので、そういうことを考えると、まあ、収録ね本当に3週間に1回ぐらいのペースで来ているんですけれども、本当にその3週間もあっという間に来るのよ。本当あっという間だなと思うので、いつまでっていうのはなんか今のところ何も期限は区切っていないですけど、それはね100歳とかぐらいまではできないだろうし、生きてるかも分かんないので、まあここ 2,3 年は間違いなくやっているんじゃないかな、やっている答えになってますけど、とはいうふうには思いますので、まあいつまでという期限はくくってないよという
お話でございます。はい、こんな回答でよかったかしら。はい、よろしくお願いいたします。次いきますね。このご質問くださった方、その方がですね、私もパーソナリティできますかっていうことなので、いや、できます、もちろん私もそういう、まあ、入りでございますので、まあ、まずどうしたらなれるのかっていうところですね。この、まあ、シャナナ TV で番組を持つためにのちょっとご説明をさせていただきたいと思いますが、まずは皆さん、この番組が終わってからね、パソコンでも携帯でも結構です。検索バーにシャナナ TV、 これですね、シャナナ TV は大文字です。カタカナでシャナナ入れて TV は大文字で入れていただきますと、シャナナ TV のホームページに行きます。で、番組についてのお問い合わせとか、まあ、お問い合わせフォームありますので、そこから、まあ、パーソナリティになりたいんですけれども、どういうふうにしたらいいですかなり、ご質問の方をしていただきましたら、また担当の者から折り返し、ご返答させていただいてという流れになっていって、その後またいろいろね、契約結ぶのにとかいろいろお話があると思いますので、そのまずはシャナナ TV のホームページに行っていただいて、お問い合わせ先からお問い合わせをしてくださいという流れになっています。ぜひよろしくお願いします。いや、でもなんかね、一緒にそのなんでしょう、そのシャナナ TV で番組を持って同志としてなんか切磋琢磨しながら成長していけるのはとっても嬉しいなというふうに思いますし、また映像がある収録、まあ、番組ということは、まあ、このシャナナ TV のホームページの方にも各番組のアーカイブというのがずっと表記されておりますので、まあ、いつでも自分のデビュー当時の自分を見ることもできますし、まあ、直近の自分を見ることもできますし、または他の番組もどんな番組されているのかなという、お勉強の意味でいろんなものを番組を即座に見たいときに世界からアクセスしていただいていつでも見れるっていうところはね、とっても便利になってるから、まあ、ネット社会でもありますし、まあ、コロナ禍ということで、まあ、お家の中にいる時間が多かったので、まあ、YouTube を見るような感覚でシャナナ TV の方に足を運んでいただいて、番組の案内もありますので、そこから好きな番組に行って、あ、これ見てみようかなというのをクリックして見ていただくという方法もございますので、ぜひ見ていただいて、あ、私だったらどんな番組にしたいななんて夢を膨らませながら想像しながらお問い合わせしていただくと、その後のお話がトントントンと早く進んでいくかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、こんな感じの回答でよかったかしら。はい、そして次いきますね。今ハマっていることは何ですか。ハマっていること、そうですね、ハマっているというか、まあ、大好きなのは、まあ、チェアレスクかな。ダンスをハマっているという言い方をすればハマってるっていう言い方になるのかもしれないですけど、まあ、そこのチェアレスクのダンスをするっていうのはとってもハマってますね。やっぱり毎回レッスン通っていて、まあ、動画でねライブ配信 Facebook でしてたりするんですけど、まあ、もちろん先生はプロでいらっしゃるので、その先生にもう一瞬で振りを真似ながらついていくんですけど、それはね人間だからある程度のそのダンスの経験値の中でこの動きの後はこういくんじゃないかって一瞬でいろんな想像するわけですよ。でそれがガチッとハマった時はうまくいくんですけど、全く今までにない動きとかされた時は、まあ、失敗とかしてたりするんですけど、まあ、それももちろん、まあ、プロではない私が一生懸命必死についていくってるところをね、皆様にリアルに見ていただいて楽しんでいただけたらなと思うんですが、その Facebook のライブ配信も結構ね、そのいいねとかだけではなく、まあ、見ている方多くって結構評価してくれるんですよ。どういう評価かっていうと、動きが滑らかになったねとか、リアルにあると見てるよと言ってね、お声かけいただけるので、あ、なんかみんなそういう風に見ててくれてるんだっていうのはありますね。まあ、実際やってる本人は必死なんですけどね、まあ、見てる方たちはこう、なんでしょう、スムーズにというか軽やかにできている風にを感じてくださっているみたいですけど、結構必死です、はい、結構ある程度の筋力が必要だったり体幹が必要だったり柔軟性が必要だったりっていうところですね。まあ、もちろん先生がいらっしゃるので、あんな風な動きっていうのはやっぱ体の使い方がね、頭とこう体ってシナプスがうまくいってないっていう、人間って見たら簡単にできそうと思うけど、またそれができないからこそ面白いところはあるんですけど、なんか手一つ上げるのでもね、
なんか 指先から行くのか、こう手首から上がっていくのかでまた表情が違うように、体のこの滑らかな動かし方っていうのはね、難しい。もう私はねヒップホップ本当できないのよヒップホップほど、あの頭では絶対考えちゃいけないもの、あれって本当に先生がやってる動きをそのまま素直にどんだけ真似るかっていうことが、真似てもね自分の中にその動きをもともと持ち合わせてないとできないっていうのをねすごい感じる。だから 何か自分が経験した中での動きってなんとなくできるって感覚なんだけど、もう本当ヒップホップってやったことがないっていうところがゼロから入ると、だって肩下げて足伸ばすって意味わかる？その意味はもうさ、あのだいたいラジオ体操でもそうじゃない、こう上に伸ばすって言ったら全部伸ばすじゃない。でもなんか上に伸ばすんだけど足は伸ばしてんだけど肩は下げてるっていうなんか動きがあったりするんですよ、うん、なんか理屈じゃわかるんですけど体が本当についていかなくて、もうね本当に落ち込むよあれ、自分ができなささに。でも逆にヒップホップ系からずっと入ってらっしゃる方っていうのは、なんていうかな、クラシックな動きっていうのがまたちょっと難しいみたいですね。こうなんか全部を伸ばすって、いやそれないやろみたいな感じなので、まあ、そこは面白いところですけど、トータルして言えることっていうのは、いろんな分野のダンスをいろいろかじってる方が絶対いいということはすごい感じる。ヒップホップもちょっとやっぱり体に入れていて、クラシック系も入れといて、なんでしょう、あとは何、エレガントな動きって動きって言えばいいの、ちょっと種類が分かんないけど、なんかそういうものも全部持ち合わせたら絶対強いと思う。なんかエレガントな動きしてるけど、このちょっと胸を回す系ってここでって多分ヒップホップ系の人の動きだったりとかすると思うのでね、まあ、ちょっとダンスの話になるとね饒舌になります。まあ難しいっていう話ですよ。もうここまでって頂点がないからこそ楽しんでハマってできてます。以上になります、ね、こんな感じよね、はい、次言います、生まれ変わるとしたら動物、どんな動物になりたいですか、ま、どんな動物になりたいですか。動物なんか考えたことないな、まあ、同じ人間もいいけど宇宙人に生まれ変わりたい今度宇宙人に生まれ変わるっていうか、お里帰りっていうかさ、いろんな、うーん、地球もあるし、まあ、金星木星プレイヤーデス星なんとか星ってあるじゃないですか。またちょっと不思議な話するけど、なんかそこの昔いたところで転生するのか、ちょっと行ったことない星で、まあ、私たち三次元に住んでる人からしたら宇宙人っていう言い方になるのかな、になりたい生まれ変わりたい感じです、はい、そしてまた、またはいつから人生をやり直したいですか。人生な、まあさ、細かいこと言い出せば、なんか学生の時、あのあそこの学校じゃなくてここ選んどけばよかったとか、もうすごい現実味を見た話になるけど、まあこの世の母親のお腹に降りてくる時を違う人の親のお腹に生まれてたらどうなってたのかな、なんていうのを思います。ちょっとね、ちょっとずれてったかもしれないけど、まあこんな感じ、ちょっと宇宙系の話だったね、はい、宇宙人さんは大喜びしています。はい、次行きましょう。ご質問、ストレス発散方法は、ストレス発散はダンスでストレス発散してるとは思ってないですけど、ダンスのレッスンに行ってる時はなんか全部を整えに行ってるって感じなんですね。私チューニングしに行ってる感じなので、あのダンス行く前の日から、明日ダンスのレッスンあるって毎回楽しみで、当日行く電車の中も楽しみ でダンスしてる時も超楽しくて、で帰る時はもう超リフレッシュして帰ってるって感じなの。なのでもう全てがダンスで私は賄われてる感じですね今のところ。でたまに思うのは、基本ダンスでチューニングしてんだけど、たまに歌いたい、カラオケ行きたいっていうのが1年に1回2回あるぐらいですねそれは誰かに聞かせるとかじゃなくって、もう一人でいいんです。もう超夏メロ歌うとか、誰も聞いてないから、あの絶対この音域出ないの超上げて歌ってみるとか、なんかそういうことを一人暗くするのが
ストレス発散です。なんかすごい食に走るとかそういうことはあんまりないんですけどね、うん、なんかそんな感じですね、はい。こういうの、あ、そうね、いいこと聞いてくださって、そうだな、今整理ができました、ありがとうございました。はい、次のご質問いただいてます。次は、あ、好きな歌、歌は何ですか、好きな歌は何ですか、好きな歌は何ですか。歌っていうか種類っていうかな、ジャンルって言えば、やっぱりちょっとダンスしてるからでしょうけど、結構単語系の曲とか歌えないですけど、なんか聞いてるとすごくこうなんか体が動き出したりとか、サンバとかサルサ、サルサ系の曲とかはすごいいいなというふうに思いますね、はい。あとはあのほら、空海の映画の主題歌になったやつ、ちょっと題名わかんないですけど、皆さんあの YouTube 開いて空海テーマソングとか言って出てくる、ね、スローな曲があるんですけど、ね、あの曲はとっても好きですね。まあ歌っていう感じになります。まあ、自分は歌わないですけど、ジャンル的に言うと、タンゴ、サルサ、その今ふっと浮かんだのは空海のテーマソング、映画のはとってもいいです、はい。こんな感じでいいかしら、はい。次いきますね。好きな服のデザイン、形などはっていう、ね、ちょっと一風変わった形が好きですね。まあ、今日もこれ全然市販のやつですけど、ちょっとこう肩の部分がおしゃれだったりとか、こう胸のこの作りがおしゃれだったりとか、そういうのは好きかな。あとはアシンメトリーで、まあ、裾の長さがちょっと違うとか、そういうのも好きですし、まあ、あのワンショルダーのおよ何上の T シャツとか、なんかそういうちょっとこう癖強め的な感じのものかといって、ちょっと色使いがちょっとわからないですね、私ね。色使いがわからないというか、なんか柄と柄、上着もガラガラで下半身もガラガラのやつで、うまい具合にガラガラが合ってる人とかいるじゃないですか。いや、もう天才と思うんですよね。私がガラガラとガラガラ来たら本当にガチャガチャになりそうな感じはするんですけど、なんかそういうものもちょっとマスターしていきたいなとは思うんですけど、なかなか黒から脱皮できてないっていうところにはなりますね。なぜ黒を着てるかっていうと、あんまり海外じゃね、そんなあんまりそうのあんまよろしくないかもしれないんですが、もうね、考えないもうこのワンピースがちちゃってきたらもう終わるでしょ、まあ、ただそれだけです、はい。特に何というこだわりも特にないですけど、ちょっとでもデザインはこだわりたいですね。ちょっと体のラインが出るやつにしてみるとか、上半身がピタッとした T シャツ着てたら、何下の方はちょっとフレアというかね、スカート着てみるとか、そんな感じですね、はい。お答えになっておりましたでしょうか、はい。で、好きな映画は何ですか。どうしよう、映画とか言われちゃった。そうやね、やっぱり自分がちょっと出てたやつ言っとこうかな。日本独立あ、そうですね、ここで宣伝させていただきますと、2021年6月2日より DVD 発売になります。イエッ、日本独立ね、はい。別に私はセリフがあったわけではないですけど、映ってたよ、探してください、はい。ね、あのダンスのシーンですけれどね、はい、映っておりましたので、ぜひ DVD は買おうと思っておりますが、面白い話で、面白い話っていうとこっていうか、あ、まあ、こういうことがあったんだなっていうのを、まあ、皆さん歴史上では知ってますけど、まあ、それをこう何映像化して、監督さんがなんかこう伝えたかったんだろうっていう内容のものだったりするので、またそこをまあ見ていただけたらね、いいかなというふうに思いますね。すごいですね、昔の人たちもその国のことを考えていろいろあるけれども、いろんな海外とのその狭間に立っていて決断を迫られるっていう、ちょっと自分だったらどんな決断下すんだろうというね、まあ、自分事として考えて見てみると、またちょっと見方も違うかもしれませんけど、まあ、ちょっと難しいというか、ちょっと賢くなりそうな映画です。はい、2021年6月2日日本独立、はい、発売になりますので、よかったら、まあ、レンタルもされるんじゃないかな、よかったらぜひ見ていただければ、Amazon プライムでは有料でも見れます、はい、よろしくお願いします、はい。今現在ね、2021年の今日は4月の23日現在の Amazon プライムの話でございます、はい。じゃあ次行きましょう、今のマイブームは、マイブームね、マイブーム、
そうですね、お家で、そうですね、家族で紅茶を飲むひととき、なんかおしゃれじゃない、おしゃれなことやってるんですよ。あのね、紅茶、まあ、基本コーヒー派なんですけど、あの紅茶にも、まあ、もちろんたくさん種類がある中の一種類、ウバ茶っていうのがあります。でウバでもたくさん種類があるんですけど、とあるところでウバ茶に出会いまして、息子がねめっちゃハマって、でなかなかそのスーパー行ってもウバ茶って売ってないんですよあんまりウバ茶飲もうっていう人はそんないないですよね。あのジャスミンティーとかさ、セイロイン、なんとかティーとか、まあ、だんだんスタンダードも誰でも知ってるような、ティーパックはすごく売ってるんですけど、まあ、とあるところに行った時にウバ茶売ってたわけですね。それをまあ購入して買ってきて、でみんなで美味しいねって飲んでたんですが、そのウバ茶は茶葉自体ちょっともう粉末状にしてあるやつだったので、まあそれも全部飲み終えて、いやいやでもウバ茶って美味しいからどんなもんだろうというところで、まあ、百貨店にいたら、まあ、紅茶専門店入ってるわけですよね。でそこに行って、まあ、ウバ茶を買ってきましたならば、もう本当に緑茶のようにちゃんとした葉っぱが乾燥してあるわけですよ。いやー美味しいですね。あのシューってするやつね、シューってするやつでコーヒーだけどさ、うちあのシューってするやつで飲んでるんですけどね。いやーその紅茶を味わうっていうところもなかったですし、今はそれにハマってます。紅茶専門店に行っていろいろこうね準備していただいたら、いろんな紅茶のそのどういうのに合いますよっていうのは、まあ、コーヒーがさいろんなものに合います、ワインが何に合いますみたいな感じで書いてあるんですけど、すごかったのが、これは朝食に朝飲むのに適してる紅茶ですとか、でこれはチョコレートと合いますとかいう、もう数限りなくあったので、まあ、ちょっとずついろいろ試していこうというふうに思っておりますが、まあやっぱりこう、ちゃんとティースプーンですくってちゃんと3分測っていいお色が出てきたところで給湯しながら、ね、飲むのはとっても一番茶は美味しいよね。初めに出る紅茶はね、そんなガブガブ飲むものでは、紅茶って今量は多く出てきますけどものではないので、まあ、本当に甘いクッキー1枚とっていう風にね飲むのがちょっとマイブームであります。家族で今流行ってます。はい、こんな感じでございます。というところでちょっと一旦 CM 行きたいと思います。 CM です、どうぞ。お帰りなさいませ、ね、今 CM 中もダンス難しいねっていうね、難しいねぐらいにもう明けましたけどね何にも濃い話はしてないんですけれど、はい、まだまだ質問いただいておりますので次行ってみようと思います。はい、もしも1週間自由に使えるとしたら何をする。こんな考えたことないよね。1週間ってすごく長くない？1週間だったら、まあ、あれだね、沖縄行きたいですね。沖縄ちょっと宮古島に行きたいなっていうふうにちょっと最近ずっと思っているので、今思うのは1週間時間があったらもう本当に、いやいや家がどうなってるかなとか何々がどうかなっていういらんことを考えなくていい1週間が欲しい、1週間を過ごしたい、うん、なんかまあね朝早く起きて海辺を散歩して、なんかねそのまあ美味しいものをちょこちょこってつまみながら何かをこう行ってで泳ぐとか何かをするんじゃなくって、そこの土地に行ってそこの空気を吸って波の音を聞いてみたいな、本当にもうのんびりするっていうね、ただただ生きてるなっていうのを実感する時間をが欲しいな、使えるならそういうものに使ってみたいななんていうふうに思います。はい、お答えになってるかしらね。はい、次行きたいと思います。はい、次すごいいきなり変わりますけどね、子どもの頃のあだ名は、子どもの頃のあだ名はあだ名ね、なんか私が記憶にない頃は、ちーちゃんって言われてたらしいですね。ちなつなのでちーちゃんって言われてたらしい。それは全く記憶にないですけど、そうですね、あとは
ちなつちゃん、ちなつちゃんって言われることがないですね。最後のつがだいたいちっちゃいつになってちなっちゃんって言われることは多いですね。まあ、そんなもんかな。あとは、あだ名があったのは、まあ、名字が小林なので、なぜか高校の時は小林って言われてました。よくわかんない。あと今高校ではシャナナ TV では、あのアミさんとか、あのほらママラフのお二人から言われてる、あ、そうか、ケイちゃんからよく言われてるのはチナッティって言われてますね、うん、そんな感じ。まあ、特になんかないですね。はい、こんな感じ。お答えとしては合ってるかしら。はい、次行きたいと思います。子供の頃好きだった〇〇は、〇〇好きだった〇〇、何言ったらいいのこれ。好きだった〇〇ね、好きだった〇〇、そうですね、好きだった〇〇、好きだった〇〇、好きだったというか、まあ落ち着きない子だったね。全然好きだった〇〇じゃないけど、自由が好きだった人、今もそうだけど自由が好きだったなというふうには思いますね。まあ、力が有り余った感じはね。子供の頃好きだったのは、まあ、自由が欲しかったっていうのと、なんか今思えばエネルギーが有り余ってたような感じもしますね。いろんなことをする上でね。まあだから、そう。でもなんか幼いからこう自分の気持ちをうまく伝えられないから、なおさらこうストレスというエネルギーが溜まってたような感じがしますけど、まあ、自由が好きでした。今も自由にねさせてくださってるのでありがたいなというふうに思いますね。いやいや、まあこんな感じで、まだまだね質問いただいてるので、これちょっと来週に持ち越そうかなね、というふうに。いや違うのよ、実は質問って言ってもさ、サクサクっていくかもしれないと思って、一応心配だからいっぱいね皆さんから募集したわけですよ。したわけですけど、意外にさ、意外に話せてね、よかったなというふうに思ったんです。まあ私のいろんな情報はここに今上がっておりますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思っております。でもまたね、いろいろご質問も受けたまっておりますので、ぜひシャナナ TV のエレガンスマダムちなつの部屋の、まあ、お問い合わせの方からご質問いただければというふうに思っております。本日もあっという間の30分でございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。